沢村分かってるな、次は4番のあの人だぞ。やっぱ試合は楽しい。なんでにやけてる。出た、怖すぎるタチのにやけ顔。あいつ今最高に乗ってんぞ。あの下屋タチ、こいつら全員言わしたれ。タチ先輩、その笑顔素敵っす。ストライク、バッターアウト。三者凡退。もう俺が出るしかない。落ち着きなよ。お前相手のピッチング見てんのか。お前にはお前の持ち味がある。自分を信じて投げればいいんだよ。そんなに硬くなんなって沢村。なってねえよ別に。タメ口なんだね。沢村勝てぞ、リラックス。揺れるのは迷いがあった。は？やれることなんて一つしかねえのに。くっ。ったく、すごいな。頼もしいような、でも何かやらかしてしまいそうな。なんだろう、このエージェン君がマウンドに上がった時のワクワク感。どうした。トリック、今の球良かったぞ。やっぱそうっすか。けどその気の抜けた笑顔なんとかならねえか。何を戦場で笑うわけないでしょうが。身体リラックス、全神経一点集中、指先。ストライク！もう揺るがねえ、揺るがねえぞ。顔よっしゃー、ボールだバカ。見ろあの顔、逆に隙がねえ。外外と来て、今度こそインコース。ストライク、バッターアウト。いつでも行ける準備を、それが今の俺にできること。走ってんだよな、いい感じでボールが。まだ硬いな、もうちょっとバカっぽかったような。なあ。そうですね、前はもっとだらしなくてゆるゆるでした。ゆるつうかなんだよこの練習、全然流してくれねえし。俺はもっとナンバーズを磨きたいのに。何って、お前が緊張しすぎてるからだよ。そうそう、その顔、その間抜けな顔。体重をしっかり乗せ、鋭く振る。身体リラックス、全神経、指先一点豪華主義。なっ、おいしょ。相変わらず外のボールいいな、タイミング取りづれえし。志願のフリー登板だし。何ですかその顔、何なんですか。脱力からの指先一点豪華主義。ナイスボール、顔以外完璧です。バッターを油断させる技ですか。アウト。
打者2人に対してアウトコース中心のピッチング、沢村くん完璧なリリーフですよ。バッター集中、一つずつだ、打たせてこい。今の一球無駄にはさせねえからな。鋭い当たりだったけどな。棒に傾きかけた流れを食い止めたな。小気味よくリズミカルなピッチングするじゃねえか。今日はここまでかな。外一本でよく投げたよ。できすぎだからな。ナイスピーだこの野郎。いつもと同じようにリラックスリラックス。ナイスボール。なあ、調子いいじゃねえかあいつ。けどこいつらみんな黙らせたら気持ちいいだろうな。相変わらず性格悪いね、キャプテンのくせに。うるせえ、ちゃんと投げろよ。何この悪者感。調子乗んなよ一年。球速はあまり感じないんですが。横から見ても動いてるのが分かるか。こらこら、にやけすぎだバカ。喜ぶのはまだ早えぞ。このバッターをしっかり打ち取ってこその布石だろ。ストライク。このピッチャータイミングがおかしい。今日初出し。まあまあ、ここしかねえだろ。ストライク！バッター！前の打席でチェンジアップを打たれた選手にもう一度。いつにも増して強気なリードですね、ゆうきくん。相手チームの頭にないボール。ど真ん中。変化球、しかもチェンジアップだ。まあこれだけゾーンを外してるとナンバーズのサインなんて出せねえよな。けどピンチこそ強気に。こういうリードには慣れてる。なんだこいつの球。ブレイク2。はあ、どこがクセ玉。ストライク、バッターアウト。めちゃくちゃスピンかかってる。オーケー、サムラ。ストレートやぞ、甘く来たら行ったれ。来た、まっすぐ。ええな、左のんかか、なんか笑うてる。これが沢村伝説第二章の始まり。出た。
あかん、止まった、耳まで赤か。お前やめっさあかん。何回深呼吸したんねや。